白杖を使う女性白杖とは、視覚障害者等の道路の通行に著しい支障がある障害者が、歩行の際に前方の路面を触れ札する等に使用する白い杖である。大きさは直径 2cm 程度、長さ 1m から 1.4m 程度のものが一般的である。白杖の主な役割は安全の確保、歩行に必要な情報の収集。 ドライバーや他の歩行者、警察官などへの注意喚起の3つである。身体障害者福祉法や福祉用具の分類での名称は、盲人安全杖である。また、シロスへの使用については、道路交通法及びその施行例に規定があり、視覚障害のみならず死体不自由、聴覚障害、平行機能障害でも使用が認められている。昔から盲人にとって、 杖は歩くためには欠かせない道具であったが、現在のように白くて、光沢のある塗装を施した杖が考え出されたのは、第一次世界大戦以後のことである。イギリスのブリストルの写真家、ジェームズ・ビックスは、事故により失明した。増加する交通量に、家の周りを歩行することにも不便を感じていた。彼は、杖を白く塗って周りからも見えやすくした。 フランスのある警察官の夫人だったギリーリー、ハービモントは、1931年頃、自動車の増加に伴って、視覚障害者が交通の危険にさらされているのを見て、夫の使っていた警棒からヒントを得て、現在の形のものを考えつくとと,ともに、視覚障害者以外の人が白い杖を傾向することを禁止させたという、白杖上部のグリップ、主軸のシャフト、 先端のチップの三つの部分からなる。中世で視覚障害者が歩行の際に使用していたと思われる細い竹の棒に代わるものとして使われている。英語では、ケーン、砂糖きびのような中が中空になっている植物というがこれは杖の形態を表したものと言える。これらは中空となっていて軽く、また適度に硬いために地面を叩いた時と石を叩いた。 時で明らかに音が違う。今日の白杖も同様に使用者に通路の様々な情報を音によって与えている。グリップはゴルフクラブのものを流用したものが多く見られる。シャフト空きや竹、軽金属等の各種素材で作られるが、近年ではグラスファイバーやカーボンファイバー等を用いた丈夫で軽量な繊維強化プラスチック製など非金属製のものが多い。チップは 硬質の素材で作られている。白杖が路面等のものを叩く音も歩行に必要な情報となるため滑り止めのゴム等を使用していないのが一般的な歩行補助具の杖と異なる点である。またスライドテクニックがしやすいように小型のローラーを用いたものもある。シャフトの色は白と黄色がある。白い杖で地面側2 0トルくらいが赤色に塗装されているものは 路面の白い塗装や雪道に対応していると言われている。白、黄色、白、赤はいずれも注意喚起がしやすい色であり、結果的に周囲の援助が自然に受け入れられることにも大きな意味がある。夜間に車両から視認しやすいよう、反射材を巻きつけてあるものも多い。折りたたみの白杖身体障害者福祉法や福祉用具の分類によれば、普通型、携帯型に分けられる。 近年では超音波センサーやトロンを使用した IC タグ読み込み装置などを組み込んだ高機能化されたものや視覚障害者の自立を目指して様々な研究が行われている。自家税はジョイント部がないため伝達性に優れており視覚障害者の単独歩行に適している。折りたため式とスライド式はジョイント部を伴うため伝達性は直税に劣るが 携帯性に優れているため、交通機関の利用や着座時等、収納性が求められる場面に適している。自家へは、少々無理な力がかかっても破損しがたいように作られてはいるが、アルミパイプ等で作られた折りたたみ式やスライド式の場合は、雑踏の中で人と衝突したり、路面の隙間に突っ込んでしまったりすると簡単に曲がってしまうケースも見られる。 周囲の無理解が杖破損につながることもあるので注意が必要である。折りたたみ式の特許は静岡県浜松市の柴千明が保有していたが、現在は特許権が切れている。電子白杖日本では2011年5月、秋田製光と秋田県立大学の共同開発で電子白杖が商品化された。これは超音波センサーによって感知された。 障害物を振動で伝えるというものである。通常の歩行用として使用する場合は白杖を垂直に立てて溝落ちの少し上から脇の下に挟まる程度を障害者であることを周囲に知らせるシンボルとして使用する場合はやや短めが目安とされている。展示ブロックと白杖通常の歩行での基本操作には地面にスライドさせる。 コンスタントコンタクトテクニックと離れた2点をタッチしながら歩くタッチテクニックとがある。コンスタントコンタクトでは地面の凹凸に敏感に対応できる効果が、またタッチテクニックでは音で周囲に自分の存在を知らせる効果が高い。それぞれの方法は場面に応じて使い分けられ、またそれぞれの方法を組み合わせたタッチスライドもある。 その他、ガイドを同伴しての歩行や、視覚障害者であることを周囲に知らせることを主な目的とする際には、グリップを腰の高さで持ち、杖の先を少し浮かせて左右に振らず対角線に出す。ID テクニックを用いてシンボルとしての使い方ができる。シロスの持ち方は、人差し指を石突き側に伸ばして四指で握り込む方法が基本であるが、その他、親指を 石突き側に伸ばして、他の四肢を握り込む方法、小指側を石突き側に向けペンを握るときのようにする方法があり、主に歩行環境に合わせて、その都度使い分ける。道路交通法に規定があり、第十四条によれば、以下の通りである。目が見えない者は、道路を通行するときは、精霊で定める杖を携え、または精霊で定める、盲導犬を連れていなければならない。 目が見えない者以外の者のは、精霊で定める杖を携え、または、精霊で定める用具をつけた犬を連れて、道路を通行してはならない。高齢の歩行者、体の障害のある歩行者その他の歩行者でその、通行に、支障のある者が道路を横断し、または横断しようとしている場合において、当該歩行者から、申し出があった時その他必要があると認められる時は、 警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置を取ることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。つまり白杖を持つ者は、視覚障害者とみなされ、最優先で保護されるべき対象となる。また、同法に定められた要件を満たしていない者は、精霊で定める杖を携え、または、 精霊で定める用具をつけた犬を連れて、道路を通行してはならない。とされ、所持や傾向は認められていない。ただし、道路交通法施行令第8条によれば、第8条法第14条第1項及び、第2項の精霊で定める杖は、白色または、黄色の杖とする。二、三、四、法第十四条、第二項の精霊で定める程度の体の障害は、 道路の通行に著しい支障がある程度の死体、不自由、視覚障害、聴覚障害及び平行機能障害とする。5、法第14条、第2項の政令で定める用具は、第2項に規定する用具または形状及び色彩が、これに類似する用具とする。とあり、白杖の色は白色または、黄色と定められており、視覚障害以外の障害を持つ人も、 白杖を傾向することが認められているでよい。また、杖の形状、材質についての規定はないため、盲人安全杖以外のものでも、白か黄色の杖であれば法的援護の対象となる。そのため、死体不自由者向けの体を支えることができる白杖もある。白杖1白杖の機能次郎杖は、身体障害者福祉法では、 盲人安全杖と記されていますが、一般的には白杖と呼ばれています。白杖の傾向については、道路交通法第14条に、目が見えない者は道路を通行するときは、精霊で定める杖を携え、または精霊で定める盲導犬を連れていなければならない、と定められています。車両の運転者は、障害を持つ人に対し特に安全を配慮する義務を持ち、 その対象であることがわかるように、白杖の傾向を義務付けているわけです。このように、一般通行人や車両運転者に対して視覚障害を持つことを知らせる働きは、白杖の果たす機能の一つであると言えます。また、この機能を含め、白杖には以下の三つの機能があります。視覚障害を持つことを周囲に知らせる触覚を通じて、路面の情報を収集する。 路面上にある障害物を検知する1から1四角、障害を周囲に知らせる機能次郎杖は、現在世界中で使用されおり、世界中の多くの人が、白杖を使う人が、視覚障害者であることを知っています。このことから、白杖を持つ人は、周囲の車両や人から衝突等の危険が生じないように配慮を受け、困っている時には援助の手が差し伸べられやすくなっています。 一から二触覚を通じて、路面の情報を収集する機能を見えない、見えにくい状態で知らない場所を歩くときに生じる、怖さの一つは、そこに道があるかということではないでしょうか。駅のホーム、下り階段、速攻、蓋の開いたマンホール等を落ちたら、怪我をしたり、命を落とす危険があるかもしれません。白杖は、次に足を運ぶ場所に触れて、 路面があることを確認する道具として使うことができます。1から3障害物に対する防御の機能を見えない、見えにくい状態で歩く際のもう一つの怖さは何かにぶつかることでしょう。硬いものにぶつかれば大けがをする可能性があります。白杖を体の前で斜めに構えるか、体の正面前方で肩幅よりも少しだけ広めに低く振りながら歩けば、 路面から垂直に出ている障害物や段差を事前に発見できることができ、体をぶつけたりつまずく危険性を低くすることができます。日白杖の形式白杖は、つなぎ目のない磁気杖、つなぎ目のある折りたたみ式杖、アンテナのような伸縮式の3種類があります。折りたたみ式杖は一般的に 5cm 刻みの寸法で売られています。また、白杖には、 使用目的の異なるものがあります。白杖のみで歩くためには二歩先を探る長さが必要なため、その目的で使う杖をロングケーンと言います。白杖の三つの機能を使うのではなく、主に周囲に視覚障害を知らせる目的で使う短めの杖を ID ケーンと言います。また、ID ケーンの特徴と整形外科等で使う体を、 支えるための杖の特徴を合わせた身体指示杖があります。三白杖に必要な使用機能的な白杖であるためには以下のような性質を持っていることが望ましいと言えます。触覚情報の伝導性が良く、温度や電気の伝導性が低いこと、適度な軽さであること、重心がグリップ寄りにあり操作時に重さを感じないこと、強さ、耐久性、 剛成、携帯安定性を備えること、昼夜ともに視認性が高いこと、握りやすく操作性が良いこと、自家杖と折りたたみ杖を比較した場合については直杖の方が優れています。折りたたみ式の白杖は歩かない時に小さく畳めることが長所です。については例えば折りたたみ式杖が極端に物に触れた時の感覚が鈍いかというと、 実際はそれほどその差は大きくはありません。比較すれば直杖の方が良いという感じです。ただし感覚は個人差があるので、実際の違いは確かめていただくのが一番良いでしょう。については、つなぎ部分があると、その部分がどうしても破損しやすくなります。しかし、白杖が破損した場合、折りたたみ式白杖は破損した部品のみの交換が可能ですが、自家杖はシャフトを、 丸ごと交換する必要があります。4白杖の材質と特徴現在市販されている白杖の主な材質はアルミニウム合金、グラスファイバー、炭素繊維、アラミド繊維の4種類です。素材の比重だけを比較するとアルミニウム合金2.7、ガラス繊維2.6、炭素繊維1.6、アラミド繊維1.3でアルミニウム合金が最も重く、 アラミド繊維が最も軽いのですが、比重は杖の重さに関係しても強度には必ずしも関係はしていません。アルミニウム合金とガラス繊維を比較した場合、アルミニウム合金は強度が高くガラス繊維は低いため、強度を高めようとするとガラス繊維の杖は重くなります。炭素繊維とアラミド繊維を比較すると炭素繊維の方が強度は高いため、 同程度の強度の白杖であれば、重さは大差ありません。アルミニウム合金は摩耗性が最も低く丈夫な素材ですが、断製にかけるため変形しやすいことが難点だと言えます。五白杖の構成字路杖は4つないし3つの主要部分から構成されています。クルック、グリップ、シャフト、石突きです。5から1クルッククルックとは傘の柄のように、 丸く丸まった部分を刺し、機能として次のことが挙げられます。使わない時にフックなどにかけておく。白杖を構えた時にクルックは自然と下を向き、構える位置を容易に判別できる。対角線技術で白杖を使う時に手首を保護する。傾斜路で白杖を落とした時に白杖が転がらない。5から2グリップグリップは白杖を握りやすくするために付けられており、材質は ゴム製のものが多いです。ゴルフのパターグリップを流用したのが始まりだと言われています。多くのグリップは一側面が平らになっており、ここに人差し指または親指の腹の部分を当てます。クルックのついた白杖の場合、クルックを下に向けて白杖を握るので、クルックのある白杖は右利き、左利きそれぞれ専用になります。ゴムグリップは滑りにくく、 熱の伝導性が低いことから白杖が熱い、あるいは冷たい時でもグリップは適度な温度を保ってくれます。なお、ゴム以外にもプラスチック、比較あるいは比較性テープを巻いたもの、金属製などのグリップもある。デザイン系以外のグリップの上の部分には、ゴム紐がついていることが多いです。利用者の中には白杖を落とさないように、このゴムの輪に手首を通す人がいますが、 自動車等に白杖を巻き込まれると体を引き込まれる危険性があるので腕を通して使うことは好ましくありません。これはフック等に白杖をかけるためのものです。5から3シャフトシャフトは白杖の本体部分を指します。材質やその特性は前述の通りです。販売されている多くのものは反射テープが巻いてあるため夜間の視認性が高いことも前述の通りです。五から四 石づき石づきは一路面との接触によるシャフトの摩耗を防ぐ西路杖が路面に接触する際の引っかかりを和らげるという二つの機能を果たしながら路面からの触覚情報をより多くシャフトに伝える役割を果たしています。使い勝手、機能性を考えると後者の機能はとても重要です。通常購入時に付属している石づきはノーマルチップと呼ばれるもので シャフトよりも一回り太い円柱形の石突きであることがほとんどです。路面との接触面積が小さいことと未使用時は円柱形の形状をした石突きの各部分で路面に触れるために路面の凹凸に引っかかりやすいのですが使用する前に路面に当たる角度で石突きを削っておけば引っかかりを少なくすることができます。石突きの素材は 適度に摩耗するナイロン製のものが多く見られます。現在日本で手に入る石づきは、ほとんどが、シャフトの上から被かせるタイプです。石づきは、機能面で分類すると、以下の3つの群に分けられます。1シャフトに固定された状態で使用する、形式シャフトの直径よりやや太いノーマルチップ、太く短くして、設置面積を増やした、マシュマロチップ、 マシュマロチップを背接地面の形状は同じで、雫が落ちる形をした、ティアドロップチップ、直径が 55mm ほどの球形をした、ボールチップ、直径 20mm 程度の半球状をした、セラミックチップ等がある。日本体が回転する形式の石づき形状が、マシュマロチップと同型のローラーチップ、直径 65mm、厚さが 25mm のディスク状をした、 ジャンボローラーチップ、ボールチップを同じ形状のローリングボールチップ等があります。三軸と石づきの間にゴムをマウントして、石づき本体が動く形式のモノ国産のパームチップ、米国製のフレックスチップがあります。蒸気以外の特殊な石づきとして、雪動用のスノーチップ、同じくダコタディスクチップ、直径 76mm の大きな車輪がついた、 ローバーフリーホイーリングチップ等があります。米国製の一部は国内でも入手可能ですが、取り扱いのないものについてはアイアテックのホームページから購入が可能です。石付きの種類がこれだけ多いのは、使用する環境、白ズへの使い方に応じて、石付きを変えると歩きやすさ、使い勝手が大きく変わるからです。基本的には上述したように設置面積が大きいほど、 路面への引っかかりが少なくなり、ストレスは減少しますが、質量が大きければ、重くなり長時間の操作で疲労しやすくなります。軽さ、触覚情報の伝導性を最優先するのであれば、ノーマルチップ、メタルチップ、セラミックチップ等が選択肢として挙げられ、伝導性を優先しつつ、引っかかりを軽減したい場合は、マシュマロチップ、ティアドロップチップが選択肢として挙げられます。 引っかかりの軽減と軽さを最優先したい場合は、パームチップ、フレックスチップが選択肢として挙げられます。ローラーチップ系はタッチテクニックの習得が難しい、あるいは好まない人の選択肢となり、チップの代償は重さに直結しますが、大きい方が路面のデコボコを拾いにくく、操作時のストレスは少なくなります。引っかかりを避ける目的として、アメリカには、 カーブドチップといって、ノーマルチップを熱で100度の角度をつけて曲げたものがある。これは地面に対する引っかかりを軽減するために作られたものです。ラクロエトールは15人の正眼者を被験者に使い、アイマスクをかけて、ノーマルチップ、カーブドチップ、マシュマロチップの3種類について引っかかり、遠赤の発見、連続歩行の3点について実験を行った結果カーブド、 マシュマロ、ノーマルの順に成績が良かったのだそうです。この知見からもわかるように設置面積が大きくても遠赤発見の成績が悪くなることはありません。引っかかりを逃がすパームチップも遠赤を捉えた時の触覚情報が大きく減衰することはありません。訓練士はそれぞれの石づきの特性を十分理解し、 訓練生の特性に合った石突きが選択できるようにするべきでしょう。なお石突きは摩耗する性質のものですから、シャフトが露出する前には交換しなければなりません。石突きをシャフトから外すためには、石突きの根元部分に熱湯をかければ素材が柔らかくなるので、簡単に引き抜くことができます。ありがとうございます。